ジャンギオーム・ブルギエールジャンギオーム・ブルギエールは、フランスの博物学者、動物学者、探検家である。南大動物の分野の研究で知られる。モンペリエで医師の息子に生まれた。はじめ医学を学ぶが、植物学と動物学に転じた。1773年に、フランス海軍のイブ・ジョゼフド、クルゲラン・イコール・トレマレックの率いた、南インド洋の探検航海に参加した。 この航海では、ケルゲレン諸島が発見され、その報告はブルギエールが書いた。モンペリエに戻った後、科学文芸協会の会員となり、地域の炭鉱から採取された化石の研究もした。軟体動物の研究を行い、貝類も含む、軟体動物の辞典タブローインスイクリピーディクイ、メシディクデトロワレインデラネーチャー、バージョンズ。 コキールズ、マラスックスイパリップスダイバーズの最初の巻を執筆し、これは1788年にパリで出版された。1792年にジャーナル D、イストワールナチャールを創刊した動物学者のジャンバティストラ・マルクや昆虫学者のギオーム・アントワーヌ・オリビエという人になった。オリビエが博物学標本を集めるための中東への探検を計画し、 ブルギエールに同行を持ちかけ、二人は1792年に出発した。イスタンブールに渡った後、ギリシャ、エジプトを旅し、バグダッド、ケルマーンシャー、テヘランを旅し、テヘランではペルシャの王、ファトフ・アリーシャーとナポレオンとの同盟に交渉に関わった。ギリシャの島などを訪れた後、人中にイタリアのアンコーナで病没した。多くの動物の種について、 没後の1827年に参巻となって出版されたタブローインスイクリピーディックイメシディクで記載した。1792年にイストワールナ・ナチャール・レバージョンズを出版したが、これも未完となり、デンマーク生まれのバス、クリスチャン・ヒー・ウアスが編集を続けた。ヒルギカの植物の俗名、ブラクイラに懸命されている。ブルーグは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジャンギヨームブリギエールを示すのに使われる。ありがとうございます。